意外と気になる背中のお肉撃退シリーズを4回にわたって紹介します。第1回目はストレッチ編です。ではやっていきましょう。ステップ1、四つん這いになったらおへそを覗き込むようにして背中をできるだけ丸めていきましょう。背骨を天井の方に向かって押し上げるようなイメージです。息を吐きながら丸めて、息を吐き切ったら今度は吸いながら反対です。腰をぐーっと反らせていきましょう。顎は少し上げた状態、息を吸い切ったらまた吐きながら背骨を丸めていきます。これを5セット行ってください。ステップ2、四つん這いになったらお尻の位置はそのままで、手を前に前に歩かせていきましょう。可能な方はこのまま胸を床に落とし、手はまっすぐ伸ばし、脇を床の方に落としていくようなイメージでペタッと床にくっついていきましょう。この状態で30秒キープします。注意点は、お尻がかかとの方に近づいた状態、このようにならないようにお尻は持ち上げた状態で胸を床に落とすようにしましょう。ステップ3、右足をおへその前に膝が来るようにセットしたら、左足をその上に重ねてこのような状態になりましょう。そして左手は体の後ろにつくようにして、右手は左の膝を押さえ、このまま後ろを振り返るようにしてツイストしていきましょう。背骨が下からねじれるような意識をして30秒キープしましょう。30秒キープできたらゆっくり前に戻って反対に入れ替えます。左足を下にセットして、右足をクロスして、このような状態を作ったら右手が体の後ろ、左手は右の膝を押さえてツイストして後ろを振り返ってキープします。ステップ4、好きなようにあぐらをかいたら、左手は体側、右手はぐっと伸ばした状態で背骨が横にしなるのを意識して倒していきましょう。指先は遠くに伸ばして、肘もできるだけ伸ばした状態で、胸は少し天井の方に向かって開きます。この状態で30秒程度キープしましょう。息は止めないように鼻から大きく吸って口から吐くようにします。30秒経ったらゆっくり戻して、今度は反対です。右手を床について、左手をぐっと伸ばして、肘、指先まで伸ばして、胸を少し天井の方に向いて開いてキープします。背骨周りの動きが悪くなると脂肪がつきやすい状態になってしまうので、まずはストレッチをして柔らかく動くようにしてあげることが大切です。ぜひ続けてみてください。ではまた次回。